どうもおはようございます、リラックスルーム、満喫しております。いやー2日泊まりましたね。リラックスルーム2日泊まりましたよ。まあ今日もまた収録があるんで、あそこで収録ですね。はい、収録お昼と午後と夕方収録あるんで、あそこで収録して、まあ、リラックスルームは卒業ですね。また違うところに行きますよ。まあでもね、いいっすね。上野は僕の庭になりましたね。やっぱね、アメ横がね、やっぱね、元気いいっすよね。うん、商いの街でいいですよ。すごいぞこれ、電車あそこに走ってて、電車の高架下にすげえね、なんか異様ですよね。すごい。ああ、なんかね、深夜はここのお店が全部閉まっちゃってるんで、あれですけど、やっぱいいっすね。なんかその、仕事みたいな。アメ横。なんかやっぱ、あれですね。いいですね。昨日ちょっとこれ余談なんですけど、昨日僕は居酒屋でニンニク、まずニンニク1個食べたんですね。ニンニク1個食べてで、あとはそのニンニクとなんかニンニク入りニンニクと串、ニンニクと肉の串カツみたいなの食べて、鶏でからの最後ラーメン食ったんですけど、ラーメンにもニンニクがあって、ニンニクを潰して食ったんですよ。だからニンニクの摂取量が多分1個半ぐらい食ってるんですよ昨日ね。ニンニクの摂取量1個半で、そのニンニクの摂取量1個半ぐらい食べるとどうなるのかっていうと、今日ですね、今日なんで朝起きれたかっていうとなんかギンギンなんですよ。とにかくギンギンで、ギンギンすぎて痛くて、あれみたいな、めちゃめちゃギンギンで、なんかあかんみたいな。もう寝たかったんですけど、あ、なんかすごいギンギンなんですよね、やたらギンギンで。でも寝たいんですよ、寝たいけどギンギンってやばないですか。で結局もう起きようっつって、起きるしかねえっつって、で、まあ、シャワー浴びて起きたわけです。そうで、まあ動画撮るかみたいな話で、そう、はい、そんな感じでございますよ。なんかニンニクね、1個半ぐらい摂取するとすごいですね。ちょっとびっくりしました。ギンギンで、ここの上が駅、電車走ってるんですよね。じゃあちょっとセブンイレブンでセブンコーヒー飲みましょうか。マックにしようかな、マックで仕事しようかな。まあいいや、まあとりあえず、まあ午後からまた収録なんで頑張ります。では。